イングランド一部アーセナルは5月4日、ホームでのプレミアリーグ第36節でボーンマスと対戦。前半45分にイングランド代表 FW 部下与坂が PK を決め、1対0でハーフタイムを迎えた。動画、三笘の動きのよう、富安武洋がダブルタッチ、リコードリブル、で相手 DF 置き去りの瞬間。アーセナルは前節チェルシー戦と同じスタメンを採用。 日本代表 DF 富安武博は左サイドバックで先発出場となった。アーセナルは立ち上がりから相手ゴールに迫る。前半13分には富安のパスからドイツ代表 m f 会ハフェルツが強烈な左足シュートを打つも相手ゴールキーパーにセーブされる。さらに、富安は前半20分にヘディングシュートを放つと、同23分にはセットプレーを富安が折り返し、 ガーナ代表 MF トーマスパルティのシュートチャンスをお膳立てする0対0で迎えた前半41分ノルウェー代表 MF マルティンウーデボールのスルーパスにハフェルツが抜け出す相手ボールキーパーマークトラバースのスライディングで倒され PK を獲得 VAR ビデオアシスタントレフェリーのチェックもクリアの末サカが PK をきっちり決めて1対0でアーセナルが前半を折り返した データ分析会社オプタの数値を元にデータを展開するソファスコアによれば冨安は45分間のプレーでボールタッチ26回パス成功数20本中17本成功率85%キーパス2回クロス1回タックル1回地上戦デュエル勝利数1回中1回空中戦デュエル勝利数4回中3回という成績だった